どうもだるいもんです。なんとなく外でインスタントラーメンが食べたくなったので、近場の相模川の河原に向かっております。まあ何しろちょっと行って火起こしの練習もしたいので、できたら火起こしもしたいと思います。では相模川に向かって行きたいと思います。久しぶりの海老名運動公園、これ入り口変わってないのかな。入り口が変わってなければいいんだけど、てかその前に河原に降りられるのかな。あ、河川敷入り口があった。変わってないですね。ただいま奥さんが一生懸命設置をしております。そして今日食べるインスタントラーメン、今日はこちらの黒酢のサンラータンメンを食べたいと思いますが、卵を忘れてきました。温泉卵は持ってきたんですけど、卵がないんです。まあ卵なしで多分大丈夫でしょう、こちらの温泉卵。なんか一生懸命セッティングしております。いやーでも本当今日はポカポカで河原いいですね。のどかですね。でも横で川幅計測しております。ではそろそろインスタントラーメンを作り始めたいと思いますが、まずポンピングしてください。奥さんお湯湯気出てきましたよ。自宅でネギと玉ねぎ切ってきたんです。ちゃんと美味しく作ってくださいね。河原といっても周りが結構建物とかあるから音が結構しますね。そしてこの後ろはモトクロスのコースになってるから、時たまモトクロスがブンブン走ってます。そして今日も奥さんはビールを飲むらしいです。まだ日がこんなに高いのに、もうなんかこれ以上沸騰は見込めないので麺を入れてみたいと思います。風よけがなかったので椅子を風よけ代わりにしております。そしたらちょっと火力が強くなったのか沸騰してきました。多分できてるんじゃねえのかな。本当はそれ全部入れた後に卵入れないといけないんでしょ。そうだけど、なぜかうちは温泉卵しか持ってきていません。一個試しに入れてみる、卵。まあ温泉卵でも崩しちゃえばいいんじゃない。入れちゃうじゃん。入れちゃっていい。あ、なってるなってる、いいんじゃない。ああ温泉卵で、温泉卵でなんとなくなりましたね。いっぱいじゃんか。鍋がちっちゃい。逆の方が良かったのか。なんとなく適当にサンラータンメンできました。卵も温泉卵でなんとなくできております。ああ匂いはいい匂いしてますね、なかなかいい感じです。ではちょっと食べてみてください。その写真を撮ってる間に麺がどんどん伸びていっちゃうと思うんですけど、じゃあいただきます。あ、美味しそうだよ。おー、湯気がいい感じ。これうん、美味しいね。ではいただきたいと思います。
なんか一生懸命自分のインスタ用に写真を撮っております。贅沢にエビスビールなんか持ってきてるし、いや本当外で食べるインスタントラーメンは最高ですね。なんか家で食べるのと同じなんですけど、本当外で食べると美味しく感じます。ただこの取っ手がちょっと持ちにくい疲れるこれ。おいしい。ラーメン食ったら暑いです。今日ほんとポカポカ、なんか上着着ないでも大丈夫かもしれません。今日はお湯沸きましたよ。お湯早くコーヒー入れてください。ではコーヒーいただきます。おいしい。ちょっとこちらのチャーロープと火打ち石とファイアーピストンをちょっと試してみたいと思います。ではやっていきます。あと自分でこちらのチャークロスも自分で作りました。これは作り方簡単なので YouTube で検索して作ってみてください。とりあえずまずはじめに火打ち石にチャレンジしてみたいと思います。なんかこれのセットはなんかこのカンカンやるやつと火打ち石とふいごとチャークロスを作るのが入ってます。でチャークロスは自分で作ってきたので、とりあえず火打ち石ができるのかどうか。火出てるのかな。あ、けど割れた。一応目視で確認するには火は出てます。うまくやると火がつくらしい。ついた。これをいきなり。ついた。もうつきました。とりあえず火打ち石は頑張ればつきます。この火打ち石の上にこのチャークロスをこうやってやってやるとつきやすいのかな。こんな感じでつきます。で麻紐があれば簡単に火はつきます。次はこちらファイアーピストンというので火をつけてみたいと思います。こちらのセット内容、あ、朝こんなにいっぱいあった。一生懸命作ったのに
どっち？ここにチャークロスを入れて叩きつけると火種ができるらしいのです。やってみたいと思います。どれぐらいなんだろう。とりあえずここにこう詰め込んで、こんな感じでこちらにチャークロスを入れます。そしてここに入れて、どこかに思いっきり引っ張っていくんですけど、ダメですね。私がやってみようか。もっとガンってやんないと。こうやってたもん。あ、いいんだよ。下まで行かないとダメだった。そう。これ結構力あるんだね。こんなにやってもつかない。これ難しい、つかない。これは私には無理みたいです。もう少し経験を積んでつくようになったらまたやりたいと思います。諦めよう。そして最後はチャーロープです。これはなんかね、ただのロープに石がついてるだけです。あ、ここにこのロープに火がつくんです。ここにそれをこう、今ついてんの？うん、ついてる。これをいきなり火がつくから怖いよね、これ。朝に映んないね。もうついた。やっとつきましたね。結構本物。
ラーメンも食べてコーヒーも飲んで着火の練習もできたので、そろそろ帰りたいと思います。いやお腹が苦しいです。では帰ります。もしこのチャンネルがちょっとでも面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。ではでは。1回しかいかない。